お疲れちゃんです。スラットです。だけで、今回もクラッシュライルやっていくんですけど、今日はね、こちらのスタンプデッキです。使っていこうかなと思います。はい。もうこのね、見るからに悪いおっさんスタンプをね、今日は乱用していきたいと思うんですけど、このね、こう煽りながらトロフィー磨いてるやつは、このグローバル大会っていうね、まあ新シーズン大会とも多分呼ばれてる、やつがね、こうたまに来ると思うんですけど、まあそれの、上位100人ですね、がもらえる限定スタンプとなっております。さあ、ゲットしましたね。こいつをいよいよゲットしてしまいました。今まで多分2回ぐらいしか多分ないんで、多分ですね、多分世界で多くて200人しか持ってないかなと思います。なんで、これでね、ちょっと、今日はね、自慢をしていきたいかなと、思います。やっぱ、自慢したくなっちゃいますよね。だって、自慢しない人なんています?逆にっていう。まあ、例えるならば、虹色のクワガタ捕まえたとするじゃないですか。友達に、俺、この虹色のクワガタこの前捕まえたんやで、これ見てって言うでしょ。見てって、やりますよね。だって、僕もだって、なんか、近々って欲しいな。ちょっと前に、なんか、ボーリング、みんなで行って、200点、人生初の200点取ったんで、こう、ツイッターで、200点行きましたって自慢しましたもん。しますよね。この上に自慢しない人なんていないと思うんですよね。なんで僕は自慢していきます。そのちょっと忘れてましたね。クロスでちょっと負けそうっていう、この、ね、ところから、はい。さあ、磨いていきます。磨かないとね、やっぱ汚れちゃうんで。磨くの大事ですね。クロスか。クロスはね、効いてないな。ちょっと辛いな。まあ、頑張ります。さあ。で、タイトルかな?サムネかわかんないですけど、に多分、なんか、勝率が下がるね、スタンプみたいな。そんなスタンプ乱用しとるくせになんかスタンプのことあんまよく言ってねえじゃんみたいな多分肝心のことを書いてますけど、やっぱこのスタンプ良すぎて使っちゃうんですよ。わかります?優秀か?入るな。オッケー。いい。間に合うな。ここ一発入るっすね。そう、良すぎるからこそ、やっぱ自慢したくなっちゃうんですよ。だって、世界で200人しか持ってないとして、もう相手もう困ってますもんね。僕持ってないってなっちゃってますから、やっぱこう、押しちゃうんですよね。で、普段だったらスタンプ1回2回押したらもう押さないじゃないですか。押さないっすよね。たまにね、暇な時に押すぐらいなんですけど。もう押しちゃいますから、こんなスタンプだって。もう押しちゃうとね、バイバイあったんかい。押しちゃうとね、ユニット出すのちょっと遅れちゃいますからね、反応が。いいすけだ。いい、もううまいな。さあ。そうなんですね。このスタンプを手に入れてしまうと、スタンプを押しすぎることによって、よいしょ。さあ、こてつら。ああ、わかってた。押しすぎることによって、ユニット出るのがちょっと遅くなってしまって、負けにつながってしまうということで、あれですね。あんま、良いスタンプではないですね。こう負けやすくなるスタンプですね。よいしょ。まあ、そんなこと言うなら使うなってなるんですけど、やっぱ自慢したいですよね。人間って。はい、耐えていく。さあ、削り切れるかどうかの戦いですね、これは。はい、はい。うわ。いい位置だな、テスリング。でも、ここでテスラを壊したっていうことならば、ならばって日本語欲しいか?さ。マジアチュ展開5割いたってことは、ですよね。もう、こうどんどんいっちゃう。回転範囲でね。コンデッキの特徴は回転範囲です。あー、たまたま打っときた。これ、アイスペータム、ええ感じに。いや、それはいい。それはいい。さ。これ、ええ感じにいけそうっすね。ええ感じに抜いて、いい感じに削っていくよ。ウッド3回磨いて、磨かないとやっぱ腐っちゃいますからね。なんでも、腐るというか、カビがね、やっぱ、ホコリとかで汚れちゃうんでね。よいしょ。しっかり磨いて、ディガー、ウッド2周って考えたいですね、正直。またコウモリのね。おい、ナイス!磨いて!来ましたね。やっぱこう磨いたことによって、勝てたまでありですね。さっき勝率で悪くなれるとか言ったんですけど真逆でちょっとね何言ってんのってなるんですけど、まあいいっすね。なんかこう気分がいいっすね。こういうスタンプを持ってるとやっぱ限定って押されるじゃないですか。限定ってやっぱなんか今だけの限定商品ですとかあると
まあ見ちゃうし、まあ、ワンチャンちょっと限定なら買っちゃうかって、まあ僕はあんまならんのんすけど、まあ、なる人はなるじゃないですか。なんでよいしょ、限定っていいっすね。よいしょ、自慢しちゃくなっちゃいますね。さあ、いいすけで処理していく。これはコウモリつけて、まあ何もしないっすね。ディガーが欲しかったっすね。最低は迫撃かな、ザップ使った。ギャング来るか迫撃で来るか、どっちだ。ガゴムレでした。違う、いらない、いらない、そんなのいらない、そんなのいらないんだよ。やめて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 、止まって止まって、バルン、ナイス、いいね、これはいいね、これはね。うわマジやっちゃー、これ多分無視ですね。磨いて、磨かないとね、やっぱこれはどれだけ磨くかによってこう変わってきますからね。磨けば磨くほど、勝率が下がるっていう感じですね。もうちょっとやべえ、あー危ない危ない。磨けば磨くほどユニット出すの遅くなって負けそうになるっていうね。さあ挟んで磨いて、いいね。さあこのミニペッカはまあまあまあ届きそうになかったんで、このコウモリはいいとして、ディガーの位置がちょっとおしゃれだな。奥深いっすね、ちょっと。うん、エームね。ガゴムレバルンか。ジャイガゴムレ。ジャイガゴムレバルンか。磨いとくか、とりあえずね。磨きながら考えますね。とりあえず、なんか考えるとき、一回磨きながら考えるの大事っすね。ザップ。ほい。これはちょっと安い。これあんま使いたくないっすね。もうガゴムレ来たら、ちょっと怖いですね。ザップ使ったんで、ウェブ飛ばしてからの、タイミング見てウェブ飛ばしてからの、多分ジャイバルが普通に来るんで、ジャイバルされると僕も止めようがないんで、そうですね。僕も止めようがないんで、だこれは、まあ、止まんないと考えて、よいしょ。このマジアジとかしっかり延命して、あ、止まりそうなんだけど。まあ、まあ、はいはい。で、もう2-1プランですね。もう僕はもうすでに2-1プランです。2-1で勝つのは大事で、こうマジアチ2周目行くことによって、たまにって、おミニペか、おい、いいジャイ受け。ワンチャンベ、あ、いいね。マジアチナイス、磨いて。いや、しかもモルブレカナイス、いいね。これ真ん中ジャイバルぐらいですね。僕の最後の負け筋としては。まあ、これディガーが多分ここに降ってくるんで、この瞬間にウェブドーム飛ばしつつ、さあ、あマジアチが優秀、磨いて。ちょっと磨いてしか言ってないですね。申し訳ない。磨くことしか僕今頭にないんですよね。許してほしいですね、ちょっと今。朝5時ぐらいですね。朝5時は持ったか。朝7時ぐらいですね。朝7時ぐらいに動画撮るんで、今撮ってるんで、ちょっとね。本当に。大したこと喋れないんですけど。さあ、今何試合しましたかね。今2試合か。さあ、行きましょうか。ラスト磨き。まあ、勝率下がると言っても、意外とね、まだ耐えてますね。下がって勝ててますから。素晴らしいですね。もう磨きまくります。で、このもう磨き、もうカードを見せんってくって、もう磨きすぎてやばいっす。磨きすぎて、ああ、これですね。磨きすぎて、今コウモリ来たのにも気づかなかったっていう。さあ、ですね。さあ、当たれ？エーム？エーム？エーム。まあ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 ですね。バルキリーがいるのか？ウッドで延命して、たまたまゴブリンに当たる、アカラブル、で、マジアチャが、生き玉打たれる、磨いて、ディガ欲しいですね。コウモリからの生き玉咲いたんで、アイゴレからの、もう行っていいかもですね。行き過ぎか？ヤンチーかな。まあまあまあ、アイゴレ削り、相手は高回転マジアチャのウォールブレーカーと見ましょう。っていうわけで、ここを、マジアチャ。よいしょ。ここを釣りつつ、さあ耐えていきます。ウォールブレイカーっすね。ウォールブレイカーは、これ多分、マジアチャが多分、お前の、エイム悪いな、さっきから。ちょっと待って。ちょっと待って、みんな。このマジアチャやばくない？さっきから。ミニペッカ優秀だね、君。しっかり磨く。マジアチャ、びっくりっすね。ここまでエイム悪かったっけと思い出したね、今。びっくりっすね。これ、バルキリーか、コウモリ、まあ、生き玉使いましたね。生き玉使った、バルキリー探して。さあ、で、多分トルネ、コウモリの方はトルネがないんで、多分これでバルキリー処理しつつ、永遠ダメージっすね。うわ、それは、
あの、まあまあやりますね。まあまあ。これは、抑えて、抑えて、ダメージ。このディガーを無視するとね、結構痛いんで、しっかりスケとかでダメージ抑えてきますね。さて、雪玉か、雪ちゃんね、雪ちゃん。これ、ボムタワーかな、多分。そうっすね。まあ、雪玉なんで、正直頑張れば引きこもれるっていう説がありますね。引きこもります。磨きます。しっかりね、引きこもりつつ磨いていきます。さあ、磨いて、角度大事ですね。あれ、これでいい感じに、やられない角度にして、ウッドも添えちゃって、いいね、ディガーで処理。さあ、いい流れですね。これも、一回後ろからも一回組めば、このマジエチに対応してきたユニットも回収できると。さあ。で、ここは最悪も許容して、いてー。あんま許容したくなかったですね。言っちゃうとね。防衛できなかったみたいなのがあるんですけど。ここマジアチであのボムタワー処理しつつ、まあバルキリーかなんかで対応してくるから、あ、入りますね。ナイス!さあ来ました。最後磨きましょう、ラスト。いやー、いいですね、このスタンプ。本当になんかこう、クラロワって負けるとちょっとこう、萎えるじゃないですか、やっぱ。なんで、あー、負けたー。で、ちょっと勝つまでやろうってなるか、負けて戦意喪失して、あー、もうやめたーってなるか、じゃないですか。なんですけど、このスタンプがあると、負けても、まあ、このスタンプあるし、まだいっかっていう、このね、吹っ切れるんですよね。このスタンプがあることによって。なんで、まあ、そういった面でも、このスタンプね、皆さん頑張ってゲットしましょうというわけで、今日はね、こんな感じで終わります。ちょっとゆるい感じの動画だったかもしんないんですけど、最後もね、ご視聴ありがとうございましたってわけで、よければチャンネル登録、高評価もね、お願いします。コメントも目を通してます。では、お疲れ様でした。バイバイ。